こんにちは、石崎です。本日はですね、西武ライオンズの今シーズンの展望についてお話ししたいなと思っております。今まで同様ですね、各部門でのキーマン、今シーズン期待したいポイント、また改めて各球団の開幕オーダー、ローテーションについて考えてみたいなと思っております。こちらも少し撮影は前ですので、少しラグがありますがご了承いただければと思っております。まずは投手。2020年開幕ローテーションはこちらで予想しております。はい、まあこの撮影時にはですね、まだ榎田選手や戸亀選手、本田選手らの登板がないので一概には言えないのですが、全体を通して深刻な左腕不足に悩まされています。エースのニール、今井選手、高橋光成選手、そして先日好投を見せた与座選手は開幕ローテーションが決まったとはいえ、松本航選手もローテ入りは濃厚ながら苦しい投球で次回登板が大事になります。2軍でも苦しかった戸亀選手、オープン戦でアピールできなかった本田選手らが開幕ローテーションの候補になってきますが、最後まで不透明。松坂選手は開幕は2軍で調整と明言され、内海選手やノリンも左腕ではありますが怪我のためなかなか計算できず、田畑選手も不整脈でコンディションが整わず現在も契約保留という状況ですので、今シーズンの復活登板は計算しないでおくべきです。とすると、ニール、今井選手、高橋光成選手の3本柱に松本航選手、与座選手らに頑張ってもらって、戸亀選手、榎田選手、本田選手らで回していくというのが理想的なのかなと思います。まあ、正直他球団からすると苦しいとは思うのですが、数自体は増えてきています。ただ左腕がいません。ノリンの怪我離脱大変痛い。彼の怪我次第ではありますが、チームの上位争いが入ってくると、ここは追加補強があってもおかしくないところです。期待したいポイントとしてはこちらかなと思います。まあ、少し矛盾する部分もあるのですが、まずは3本柱の2桁勝利を期待したいところ。ニールは昨年11連勝など打たせて取るピッチングが冴えました。ただもちろん2年目で打者も適応してくると思いますし、なかなか長いイニングを投げられないこと、そして今年は調整も難しいということもありますので、そう簡単にはいかないのかなと思います。まあ、ただ昨年より登板数は増えます。勝率は下がるとは思いますが、多くの試合を作り2桁勝利を期待したいところです。そして今井選手、今年はフォーム変更もあり直球が力強く感じます。彼は登板ごとにフォームが少しずつずれていってしまうのが課題で、なかなかそこを固定することができないのですが、今年こそフォームを掴んで1年間投げ2桁勝利を期待したい。やはり吐き出し癖、フォアボールというところは、まあすぐに改善されるものではないと思いますが、少しでも改善されるようなシーズンにしてほしいところです。そして高橋光成選手もしっかり。先日の登板では苦しかったのですが、やはりフォークは球界でもトップクラスですし、西武では希少な150キロ以上の直球を投げられる先発投手。やはりこの3人が防御率で4点台だろうと、クオリティスタートをしてくれれば西武打線なら勝ちがつく。なんとかこの3人に先発ローテーション引っ張ってほしいところです。そして松本航選手と与座選手が彼らに続いてほしい。松本選手はやや変化球の制球に苦しみ、与座選手もまだ1軍経験はなく、シーズン当初必ず壁にぶつかるかなと思います。まあ、すでに実戦でもアンダースロー特有の2巡目の左打者の適用というところはまだ課題。まあ、ただようやく復帰できて飛躍の年になるのかなと思っています。まあ、連戦が続くということで数が本当に大事で、イニングイーターの戸亀選手も本当に大きな存在。左右のバランスを考えて左の榎田選手にもやはり期待をしたい。19年は苦しかったんですが、18年に2桁勝利を達成してくれた彼、投球術というものはまだまだ健在ですので、2020年復活に期待したいところ。また1年間で全体の改善というのは難しいと思いますが、昨年の先発防御率 4.64、QS 率 43% を超えるよう、先発防御率 4.50 未満を期待したいところ。矛盾しているところもありますが、コロナ禍でなるべく多くの条件を達成してもらわないと3連覇は厳しいと言えるのかなと思います。そして中継ぎラインナップがこちら。はい、まあ、正直苦しい。勝利の方程式はある程度期待でき、今年も平選手はすでに158キロなど力は確か。まだ増田選手の状態は上がっていない気はしていますが、調整してくるのかなと思います。昨年81登板の平井選手の負担は大変気になりますが、この開幕延期に伴い少し休養はできたのかなと思います。そしてギャレットは前評判ほどの制球難はありません。開幕してみないとわからない部分はありますが、150キロを超える直球が安定して出るのは魅力。セットアッパー候補の一人に数えていいと思います。またルーキーの宮川選手、浜谷選手は中継ぎ起用が濃厚。特に宮川選手は前評判通り直球で空振りを取ることができます。浜谷選手は引き出し、直球の強さ等を考えると2巡目に適用されることが予想され、先発ではまだ苦しいと辻監督も明言しています。ただまだ若く今後が楽しみで、本来2軍で長期的に先発として育成してほしいんですが、まあ、西武にその余裕はありませんし、
彼の制球力というのは非常にレベルが高いので、まずは1イニングで全力投球という形で1軍の起用になるのかなと思います。また武隈選手の復活も期待したいんですが、実戦で苦しい登板が続きます。必ず野田選手や森脇選手も必要な時が来るのかなと思います。期待したいポイントはこちら。はい、まあ、とにかく平井選手の負担を減らすこと、そして日替わりで平選手、ギャレットがセットアッパーとして使えるようになるのが理想かなと思います。平選手も初めてフルシーズン1軍での活躍が期待されます。そしてギャレットも開幕してみないとまだ読めないので、まあ、ここ若干不透明ではありますが、昨年より計算できそうな中継ぎの数が多くなります。ルーキーの浜谷選手と宮川選手がどれほど投げられるかも鍵。特に宮川選手は未来の抑え候補、増田選手が2020年 FA 権獲得予定ということもありますので、彼のような活躍してほしいところです。そして打撃陣、開幕スタメンはこちらで予想しております。18年オフ、浅村選手、住谷選手、19年には秋山選手を流出させながら、ここまでの打線を組めるのはさすがですが、正直金子選手にかかるシーズンなのかなと思います。昨年出塁率3割2分4厘、41盗塁とまずまずの結果を残し、恐怖の9番として活躍も、やはり1番として考えると長打力等は物足りません。昨年も1番として定着できなかったことを考えると、彼と心中するのは怖いんですが、辻監督の中で基本的には1番金子選手という方針は変わらないのかなと思います。まだ森選手や中村選手の調子は上がってきていませんが、彼らなら調整してくれるかなと思います。そしてスパンジェンバーグ、練習試合で打ちまくっています。もともと守備走塁のレベルが高く、複数ポジションを守れる選手として期待をされていたのですが、ストレートへの強さが異常です。落ちる球は左が苦手とのことですが、しっかりとこの練習試合でも変化球を打っています。シーズンにとってほしいレベルで打っていますが、間違いなく西武野手陣で大きな戦力なのかなというふうに思っております。今年期待したいポイントとしてはこちらかなと思います。まあ、やはりさっきにも述べたように一番大事なのが金子選手。2020年はシーズンが短いのと連戦が続きますので、不調に陥った場合、早い段階で打順調整が必要になるのかなと思います。まあ、期待もあり、彼のセンター守備への慣れのためというのもわかりますが、実戦で金子選手以外がセンターを守るというのが少ないのが怖いところ。まあ、正直もっとスパンジェンバーグや殿崎選手を1番で試してほしい。もちろんね、彼が1番でこの数字を残せればチームとしては大きいんですが、まあこれまで期待をされながらなかなか結果を残せていないということを考えると、まあ金子選手が結果を残せなかった時に辻監督がどこまで我慢するのかというのが順位に直結してきそうだなというふうに思っています。そして主軸の活躍はもう言わずもがな。スパンジェンバーグが加わり、彼に2割6分20本20盗塁、殿崎選手のような活躍を期待しています。まあ、金子選手の機動力とスパンジェンバーグがバランスのいい成績を残してくれれば、秋山選手の穴も多少は埋まるのかなというふうに思います。そして川越選手、山野辺選手、佐藤選手ら必ずチャンスきます。現在好調で、まあ、これまでの辻監督からの評価も高い木村選手が開幕スタメンだとは思いますが、やはり去年のことを考えると1年間定着、彼を固定し続けて戦うというのは相当苦しくなるかなと思います。まあ、特に今シーズンはシーズンも短いので流動起用が必要。現在2軍で絶好調な愛斗選手、そして打席内容も良い鈴木選手、そしてパワーが魅力の川越選手、そして天才バッター西川選手や高木渡選手らもチャンスはきます。まあ、中村選手もベテランなのでフル出場は難しい。そこでもスパンジーを三塁に回すこともありますが、佐藤選手や山野辺選手と期待できる選手もいます。金子選手もレギュラー固定というわけではありません。若手にとってチャンスのシーズンです。そして期待したい若手、まずは投手ラインナップがこちら。一番期待しているのは渡辺選手。大谷選手2世と評価され、西武に2位指名。高校時代から怪我もあり、1位指名ではなかったのですが、高身長から投げ下ろす角度のある直球、制球力、変化球、すべて一級品。1年目は体作り中心で、ほとんど登板はありませんでしたが、終盤に2軍登板、そしてフェニックスでも登板しました。2020年は2軍でしっかりと投げてもらい、エースの道、進んでほしいところ。そしてルーキーの松岡選手。イムチャンヨン2世と言われ、まだ19歳ではありますが、すでに練習試合で150キロ、力で押せる投球が武器で、1軍のリリーフに入る日も近いのかなと思います。まず1年目、2軍でしっかりと結果を残してほしいところです。そして、井上選手。彼も怪我がなければ上位指名だったかなと思います。最速152キロの直球とチェンジアップを用いて抑えるスケールの大きな投手。まずは彼も体作り。高校時代怪我も多かったので、登板は少ないかもしれませんが、ぜひ注目していきたいところです。そして、野手。まず一番期待しているのは高木渡選手。育成で入団し、1年目に2軍で75試合で2割7分8厘、6本24点、OPS 7割9分6厘と大活躍し、支配下契約を勝ち取った選手。そして19年、やや打率は落ちたのですが、12本塁打とチームトップタイの本塁打を記録。
西武の未来を担う外野手であることは間違いありません。左の大砲として大きく育ってほしい。そしてルーキーの河野選手、松井稼頭央選手2世と評価された身体能力抜群のスイッチヒッター。2軍ではこれまで綱島選手や山田遥選手らが起用されてきました。なかなか出場機会を得るのも大変ではありますが、1年目にどのポジションでもまず多くの試合に出場してほしいところです。そして岸選手、甲子園で投手として大活躍したスター。しかしその後様々な苦労をされ一度は野球を辞めた選手。ただ独立で再び野球を始め、俊足、攻守、様々なポジションを守れるユーティリティプリが評価されプロ入り。打力は飛び抜けた評価ではなかったのですが、すでに実戦でもいい当たりを飛ばしています。彼のスター性、やはり期待したいところ。西武の岸選手といえば彼と言われるように活躍に期待をしたいところです。全体としてはこんなところ。どうしても戦力流出、投手の課題が大きく、2020年も苦しいシーズンになるのかなと思います。森選手、山川選手、殿崎選手、中村選手の主軸は強力で、ある程度得点力は期待できるのですが、どうしても外野の攻撃力、そしてベテランの栗山選手や中村選手に頼りきりというのは怖いところ。そして、愛斗選手や鈴木選手、山野辺選手、川越選手、山田遥選手ら、一軍で結果が欲しい選手もいます。2020年はこれまでより若手にチャンスは多く回ってくるかなと思います。彼らの力が大事になる2020年シーズンなのかなと思っています。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。